ニングトーン忘れました。オープニングトーン忘れちゃったんで、ちょっとどうする？あの後取りっていうのはちょっとわからない風に取りましょう。じゃあ、はい、やろう。はい、行きますね。はい、行きますよ。どうも、こんにちは。警視庁公安部です。はい。小西部長、今日、警視庁本部の近くに警視庁騎馬隊が来るそうなので。本当だ。どうして騎馬隊が来るのかと言いますと、新任情報停止で警視庁騎馬隊が活躍するからです。小西部長、新任情報停止って何でございますか？初めて聞いたね、これ。はい、なんじゃあ、そんなわからない小西部長のためにですね、 VTR を作ったので、ぜひそちらをまず見てください。はい、では新任情報停止の普段見られない練習風景を見てもらいつつ、簡単にご説明したいと思います。でそもそも新任情報停止は、日本に着任した新任の駐日大使が本国からの新任状を天皇陛下に手渡す儀式のことです。で、今回どうして警視庁と宮内庁の騎馬隊が一緒にお仕事をしているかと言いますと、簡単に管轄がそれぞれ異なるためです。皇居内は皇宮警察、東京都内は警視庁の管轄でやっているため、で、そのため東京駅から皇居までの間を警視庁と皇宮警察の騎馬隊が一緒になってお仕事をしています。はい、VTR 見ていただいてありがとうございます。ちなみに豆知識なんですけど、騎馬隊って全国に3カ所しか置かれてない部署なんですよ。警視庁と、はい、はい、警視庁と皇宮警察と京都府警なんです。この3つしか騎馬隊ってないんですよ、全国の部署でしょ。腕がプルプルしてます。行きましょう。はい、行きましょう。はい、早速新任情報停止の場所までやってきました。往復で4回ここ通るんですよ。東京駅から出発されて皇居に来て、でまた2国目、東京駅まで行って皇居に行ってって言って、でまた終わったら東京駅っていう風に行くんで、全部でチャンスは4回です。騎馬隊、すごい珍しい部署なんですよね。なかなか見る機会ないですよね、って、この首長も。そうですね。はい。なんで、頑張りましょう。取れるように頑張ります。はい、じゃあ、本番まで待機です。はい。はい、お願いします。お願いします。小西部長、お疲れ様でした。どうでした？ありがとうございました。どうでした、小西部長？すごかったですね。いや、すごいよ。はい、私あんなまじまじ見たの初めてなんですけど。あ、自分も初めて。なんか私は騎馬隊になるの夢なんですよ。初めて聞いたけど。警察官になったら、これになんか乗ってみたいみたいな、ないですか？あるけどね。結構あるんですよ、私。
騎馬隊、白馬隊、警備隊、航空隊、いろいろある。全部だね。はい。交換になったら、これ乗ってご紹介したいっていうのがあるんですよ。あ、はい、なんで、次回、騎馬隊で乗ってみた、やってみたいと思います。いけるかどうかわかんないですけど。わかんない、ね。できたらやります。はい。はい、じゃあ、次回、ご期待です。お疲れ様でした。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。以上、メタフォリアでした。さよなら。終わりました。長かった。今日の動画長かった。疲れました。疲れました。帰りましょう。帰りましょう。はい。はい